じゃあ、じゃあこちらもお願いします。お願いします。4年連続でのカレンダー、はい、今回も出ましたね。はい、ありがとうございます。いかがですか？嬉しいです。なんかこうやって毎年この時期になるとカレンダーイベントがあったりとか、撮影もすごい楽しいので嬉しいです。今回はどんなテーマというか、どのような仕上がりなんですか？今回はなんか割とこう子供っぽいものから大人っぽいものまで結構幅広い撮影をしたので、なんか好きによって結構いろんな自分が見れるんじゃないかなって思います。撮影の時のエピソードなんか聞かせてもらいたいんですが。エピソードなんかあったかな。なんかあったかな。でもなんかこうなんだろう、結構撮っていくうちにいっぱい、あ、いい感じっていうものが撮れて、こっちも撮ってみようかとか、この衣装でも撮ってみようかみたいな、結構思ってたよりもいっぱい撮影しました。スタジオで撮ったんですか、うん、今回は。と、スタジオです。スタジオです。やっぱりモデルさんらしいですね、そこはね。本当ですか？なんか前回が結構外でロケしてなんか旅行みたいな感じだったので、今回はちょっとかっこよく二十歳にもなったので大人っぽく撮ってみようかなと思って、はい。先ほどお気に入りのカットを見せてもらいました、うん、はい、ちょっとそこをまたいいですか？今回は、はい、このお気に入りのカットの見どころ、うん、どこですか？なんかちょっといつもと違った感じで、こう前髪が上がってたりとか、あとこの3月なので自分の誕生日だからこれにしてみました。これはどういう風にこういうカットに決まったでしょうか？どういう風だろう。なんかなんだっけな、結構いっぱい撮って、なんかこう前髪上げてみようかとか下ろしてみようかとか、結構撮りながら決めていった感じで、お花とかもカメラマンさんがこれ持ってみてみたいな感じで持って小道具使ったりとかして撮りました。その中で、はい、めるるさんの意見が入ってるところってあります？全部入ってます。なんかなんならこの3月はこの写真にするとか、配置とか結構2枚重ねてるところがあったりとか、上下とか、あと 4個入れてるとことか、そういう配置も全部相談しながらやらせてもらって、ここのリングの色とかも結構こだわりが詰まってます。はい、リングの色はちなみに、なぜその色に？可愛いから可愛いからゴールドにしようと思って、なんかちょっとなんかインテリアにしても可愛いかなみたいな感じでこれにしてみました。ファンの人にはどういう風に楽しんでもらいたいですか？はい、なんだろう、でもなんか本当にいろんな洋服とかもすごい可愛いし、なんかこう月によって、あ、こういうめるるだみたいな感じで、いろんな私が多分見れると思うので、そういう感覚で楽しんでほしいなと思います。先ほど3月誕生日というお話ありましたけど、二十歳になりましたね。なりました。どうでした？どうでした？でもなんか割と実感はなくて、こう久しぶりに会うスタッフさんとかに、二十歳になったのって言われて、あ、二十歳だっていう実感が湧くようになってきました。二十歳だからこそできることっていうのもいろいろありますけれども、新しいこと、どんなことしました？どんなこと しました？そんな全然実感ないんですけど、二十歳になったのもこの間って思うぐらい、何したんだろう。特に変わりのない。お酒ですか？お酒は私本当に飲めなくて、なんか炭酸ジュースで全然大丈夫なタイプなので、21になったらまた何か変わるのかなって思ったりとかしてます。試してみたけど、うん、今一つだった感じです。そうなんですよ、なんか眠くなっちゃうのであんまりなんかお酒飲んでなくても飲んでるって言われるぐらいのテンションなのでなしでも大丈夫です。でもね、なんかいろいろ CM とかも引っ張りだったから、はい、お酒の CM なんかあ、お願いします。はい。オファーがあればやりたいですか？そうですね。はい。ありがとうございます。こちら、こちらからお願いします。はい。ちょっと晴れながら話外れるんですけど、来週はクリスマスですけれども、なんか予定という。来週。そっか、早い。予定？仕事ですね。なんか、確かにもう来週なんですね。早い、なんかどうしようかな。でも毎年
年マネージャーさんたちとチキンを食べるっていうのをやってるので、今年もチキン食べようかなって思ってます。はい、もし、はいはい、まあ、あのお仕事ってことですけど、うんうん、もしクリスマスがオフだったとしたら何をしたいなみたいな。地元の友達に会いたいです。なんか最近全然会えてなくて、こうなイベントの時に会う、お正月とかは会えたりするんですけど、こうクリスマス、ハロウィンとかそういう大イベントを一緒にしたことがないので、地元帰りたいなって思います。もう あの地元愛知県のお友達とはだいぶ会ってない感じ？うん、会ってないですね。そんなに全然会えてないので、でも連絡は取るんですけど、なんかこのテレビ見たよとか言ってくれたりとかするんですけど、実際はなかなか会えてないんで会いたいです。今年も残り半月ですけれど、はい、2020年振り返っていかがですか？なんか本当に一瞬で、なんか今までで一番早い1年で、体感3ヶ月ぐらいなので、なんかもう終わっちゃうと思ってちょっとドキドキしてます。自分自身として、うん、こういうことがあったから今年1年早く感じたななんていうのはありますか？なんか今年は結構ずっとやりたかった演技とかにも挑戦させていただいて、なんかやりたかったことがやれたからすごい充実したし、それこそ一瞬でした。なんか充実しすぎてました。でもお金的にはもういい1年だった、うん、そうですね、もうめちゃくちゃいい1年でした。まあちょっとベタな質問というか、うん、まあ、先日ね、今年の第1位なんて発表されましたけど、めぐるさん的には1位だとどんな人になりますか？何ですか？漢字1位でもしかして。漢字1位です。なんだ、でもやっぱり自分の中で20歳になったのが大きいので、歳。はい、難しい方でお願いします。難しい歳。はい、一応。